こんにちは。リペコペのにゃんこです。ゆりかです。もりさです。あゆりです。イエイ。今日はこちら南九州市知覧に来ております。おー、いい天気、本当。ね、程よく晴れてね、程よく曇りでね。そうね。いいですね。まあ、雲もない。今日は何をしに来たんですか。見てください、この格好。にゃんだにゃんだ。そして後ろには畑がありますね。そうですね。何だと思いますか。にゃんこちゃん、何を掘るんですか。芋。今日は芋掘りをします。芋掘り。ちなみに芋掘りは初めてですか、皆さん。はい、ちんまい頃、幼稚園生の幼稚園生の時にやったこれ。おにぎりだ。あゆりも久しぶり。はい、私も幼稚園以来で、私はちょっと記憶があるので、ちょっと待って、その私もあるね。はい、年齢差あります。はい、ということでね、今日は楽しく芋掘りをやっていきたいと思います。イエーイ、頑張ろう。それじゃあ早速レッツトライ。本日は福ファームの福さんこと福重さんにご案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。収穫時期っていつ頃になりますか。はい、だいたい9月から、まあ、12月にかけて、まあ、掘り始めて12月で終わるって感じですね。じゃあまさに今って感じですね。今もですね、うんうん、やっぱ秋のイメージ強いもんね。はい、秋から冬にかけてですね。確かに。お芋さんのなんか種類ってどれぐらい扱ってらっしゃるんですか。は5種類あって、で、まあ、今日、まあ、掘るのは白豊かを掘っていただこうかなと思ってます。はい、白豊か、はい、名前からして白いんですか。もう真っ白です。じゃあちょっと楽しみなので、うん、はい、うん、初めて聞く。色ついてるイメージがすごくある。あ、紫のイメージ。そうそう、白いんだ。どんな芋なんだろうね。楽しみです。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。おお、広い。本当に広い。大きい。飛んでた。想像してた芋掘りと違うなと思ったんですけど。あ、確かに、なんか土に埋まってるイメージ。そう、芋ってね。これもう出てらっしゃる。はもう普段はあのあちらの機械で、はい、はい、まあ掘るんですけど、今日はもう手掘りっていうことで、うん、もう相手も芋を引かせていただきました。あ、はい、そうなんだ。で、機械がもう通った後ってことですね。そうです、そうです。これで実際でじゃあ掘ろうとしたら結構大変ですね。まあ大変ですね。普通にもうこれちぎるだけです。おお、ちぎってもうこのコンテナっていうんですけど、こっちにも入れるだけですね。芋狩り挑戦だー。わー、あー、これは普段は、はい、機械でガーってして、はい、機械が全部収穫までしてくれるんですか。そうですね、もう機械があのもう通ってきて、はい、芋が上がってくるんですよね。このままの状態で上がってきて、はい、機械に置いてあるこちらに入れるって感じです。あ、その入れる作業は自分たちの作業です。です、です。大きい虫。虫？あ、この子です。びっくりして降りてたので。じゃあそれもちぎっちゃいましょう。ってことは今一緒の作業ができてるってことです。そうです。嬉しい。さっきね、サクサクちぎってるの見て本当にちぎれるのかなと思って。すぐ人を疑うから。人を疑っちゃうから。思ったんですけど、アイリーみたいにポキポキ折れなかったんだけど。本当？本当に。握力の問題。いや、握力30あります。大丈夫です。30。すごい気になるのは、私これどうするのかなと思ってて。そのサイズはもうしなにならないので、あ、入れない、入れなくて大丈夫。もうこの大きいこっちタイプを入れるということですね。なるほど。入れて大丈夫。これは入れて大丈夫。難しい。太さで言うともう卵以上。ああ、わかりやすい。じゃあこいつは OK で、OK ですね。こいつはダメ。アウトです。おお、じゃあ今日からここでバイトしますよ。芋ちぎりガールします。え、ちぎれます。芋やば。芋ちぎりガール。芋ちぎりマウント。いけ、できます。できる、できる、できる。私より
芋ちぎりガールに向いてるかちょっと見せてもらってもいいですか。はい、掘っていただいてもらって。なんか畑ならではの虫がいる。あ、これさっきのアユリの、アユリの芋についてた。犬じゃん。犬じゃん。絶対犬ではない。今日収穫した芋は、はい、どういった製品に生まれ変わるんですか。こちらはもういろいろ、でんぷん芋になるんですよね。でんぷんに行くんですけど、いろいろこういう開いたあのビニールになったりとか、いろいろ活用方法はあるんですよね、このでんぷんは、はい、食用として結構食用としてもいけます。こうよくかりんとうにも行くこともあります。かりんとう、はい、ですね。これ OK で、これダメで、これもダメ、合ってます。やったー、はい、合ってんじゃん。今日から芋むきガールじゃなくて芋滑りガール芋滑りガールと芋ちぎりガールか。誰が1分間で何個いけるかさ、ちょっと測ろうよ。測ろう。それじゃあまずはアユリーのチャレンジです。制限時間は1分ではなく30秒になりました。30秒になりました。1個でも多くちぎれた方が勝ちです。はい、よーい、スタート。数は私、森が数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。こっち30秒。はい、11でした。結構早いね、30秒ね。確かに。それでは行きます。よーい、スタート。森さんの挑戦です。あ、でもこれ基準が難しい。3、あ、あれ4、あれ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 、なんかちぎれてない。ちぎれてない、ちぎれてない。あれ、今ちぎれてない。30秒。あー、今のはアウトかな。カン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 入れていいですよ。優しい。13か。森下選手、13。ほら、意外といけないよ。それでは、ゆりか選手の挑戦です。よーい、スタート。あ、やば。芋、芋、丁寧に。嫌われてましたね。芋に嫌われてました。芋姉ちゃんなのに。あ、そうでしたね。私自称芋姉ちゃんだったんですけど。残念でした。それではラスト、にゃんこ選手の挑戦です。よーい、スタート。1、2、11。だけど手際がいい。え、あれ6だっけ。何だ、わかんなくなってる。ちょっと最終です。10だったかな。森さん優勝です。13だったよね。やった、ありがとうございます。姉さん優勝です。福さん、ここに嫁がせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。気持ちギリガールでぜひ来てください。お願いしていいんですよ。福さんも選ぶ権利があるから、福さんがありますから。福ファームさん、お世話になります。今日置いていこうね。あれ全部ちぎるまで帰れませんよね。え、いや、やるんでしょ。やるんでしょ。あ、そう。芋ちぎりガールですか。芋ちぎりガールなので、ちょっとね。じゃあ、任せて。来世で会おう。来世で会おう。あゆり、福さんのもみたいな。確かに。おお。その煽り来ると思わんかったな。今みたいね。私が素人よりはね、まあ、プロのね、手際っていうのが大事。早いはずですよ、はずですよ。そう思うんです。じゃあ、やりましょう。プロの実力とやらを見せていただきましょう。はい、プロの30秒を。では、参りましょう。福さんのチャレンジです。よーい、スタート。さあ、始まりました。プロの福さんです。さあ、どうでしょう。何がこもってますね。そして、OK か、そうでないかの判断が瞬時にできるなぁ、でかいです。あと1秒、ここまでだ。結果発表です。すごい、すが。あ、いや、でもご本人はまだやれそうって納得してるような感じじゃないんですけれども、
ありますね。えでもなんかその急いでるから適当とかがなくて、ちゃんとねされてたから、愛がこもってたね一つ一つに。ちょっとなんか若干一名すごいのいたもん、ね、どこだはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいえ、ございました。ありました。楽しかったです。ね、良かったです。はい。プロの技も見せてもらい、本当。なかなかやっぱ自然にこうやって触れ合う機会じゃないので、すごい貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、福さん、あの質問があるんですけど、はい、あの福ハームさんの商品を購入するにはなんか方法とかってありますか？はい、あ、インスタやってるので、おお、はい。もしよかったら、はい。現代子ですね。ですね。でもし弱ったら、まあ、概要欄に載せてもらえたら、はい、もちろんいいですか、はい、概要欄から飛んでいただいて、でそこにあのネット販売の URL を貼ってあるので、はい、太鼓かな本当にそこに、はい、来てもらえたら、はい、買えますので、うん、芋以外にもお茶とかも販売してあるので、はい、ぜひ皆さんチェックしてご購入よろしくお願いします、はい、お願いします。それではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。また次の動画も見てね。